あの場所へ。あー、好感度イベントは見なかったでござる。まあこれ好感度イベントノーミスでやらなかったら多分見えんかったんだろうかな。見たかったでござる。多分これノエちゃんを交えて3人でやりよったやつじゃん。お前見たかったでござる。変なこととか戦闘とかでよかった。あれー、あいつ清水って人だよ。なんでこんなところにいるんだ。どうしよう、あの人がいたら入れないよ。あの人、私とルナちゃんでおびき寄せるわ。てるくんはそばの、その間に力へ向かって。ノエさん、わかった。どうやって引き寄せるん。女の色気を使ってか。女の色気を使ってか。俺が引き寄せられちまうわ。ねえ、ちょっと。なんだ。イケメンですねってストレートに褒めてストレートに褒めていくなお前お兄さんイケメンですねうそうだろ、俺はかっこいい。お前かっこいい顔じゃない絶対。お前それあの男よりも俺の方が彼女にふさわしいというのに。今夜全てが変わるらしい。ええ、あの男がこの村へやってきた。彼女が待ち望んだ男が。だけどそいつを通すわけにはいかない。彼女に噂をしんのはこの僕なのだから。何この人。でも寺野さんが探してたよ。何、清水さんが後片付けしてないってカンカンに怒ってたよ。いいぞこの上下関係を突きつけて、上下関係を突きつけてやった。いいぞルナちゃん、いいぞ。チェラの目言ってくれた。テル君、清水が言ったよ。清水がこっちに来るぞ。どうする。ここ離れてください。左。ええ、怖っ。なんかね、見つけたような感じの方ってやめて。ちょっとお前首の音だけで、関節の音だけでさ、ね、見つけた、何か見つけたみたいな感じの表現するんでやめてお前。あ、なんだ、肩っぽいだけかお前。ビビらせるなお前、肩じゃないんだお前。無駄に関節の音鳴らすのやめてくれんかなお前。行ったぞ。てるくん、大丈夫だった。ああ、なんとかな。ここで目を張ってるから、お兄ちゃんは夢に入って。頑張って、てるくん。応援してるから。二人とも、無茶するなよ。お兄ちゃん、帰ってきたら必ず結婚しようね。やめて、フラグ立てないで。この場所だ。この場所からならドリームリンクで夢に入れるぞ。人魚の呪いにかかり、この村で静を探して言い続けていた村人たち、人魚ラバーズ。一人で人魚の謎を追っていたノエさん、アンチ人魚。ネットで拡散された人魚の歌から始まった謎、ミステリー。全ての謎は夢の中に。ドリームリンク。人魚の夢。え、来たか人魚の夢の中。え、白黒やな、なんか思いとったの違う。ここは地下牢の前みたいだけど、夢に入ったんだよな。
中に誰かいるぞ。おお、当時の状態かこれ。当時のシーンがなんか階層で見えとるような感じになってるな。なんかあれを水見正宗と人魚しずえ。しずえ、もう諦めろ。ここは海から離れた山の奥、その尾びれでは地上を歩くことはできぬ。それでも這いずって帰るか、故郷の海へ。お前はここで歌い続けるのだ。わしは目の病にかかり、お前の姿を見ることはできぬが、美しい声を聞くことはできる。その歌声を聞かせてくれ。歌い続けろ、わしのために。悲しそうに。なんだこれは、過去の記憶が再現されているのか。そうらしいな。こっちに来るぞ。どうする、またかこのパターン。右、左だったもん。さっき左だったから、俺は今回は右だぞ。お前、この旅館を潰し、誰も踏み入れぬようにしてくれる。わしの旅館は加速化した村の存続に利用されてきたのだ。この村がなくなるとすれば交通王よ。悪い顔してる、めっちゃ悪い顔してるこの人。イメージできそうな感じの顔ですね。このわしは自然と共に生きるのだ、永遠に。行ったか。でもどうなってるんだ。これは過去の映像を見せられているのか。しずえは死んでもなお生前の記憶を繰り返し見続けているのだろうか。そこに誰かいるのですか。え、気配を感じ取られた。あなたは。ああ、わしの歌が届いたのですね。え、これは映像じゃない。過去の静江が俺に話しかけている。なんか過去に干渉が仕掛けてるみたいな、干渉しているみたいな感じになってる。助けてください、私をここから連れ出してください。お願いです、もうこんな場所にいたくはないのです。過去の静江がワニ助けを求めている。そんなことがあり得るのか。あり得るです。俺にはあなたを連れ出すことはできない。え、でもあなたが連れ出してくれなければ私は死んでしまいます。あなたの今の姿は過去の記憶なんだ。現実のあなたはもう死んでいるんだよ。どうしても助けてはくれないのですね。あなたをこの夢から連れ出すことはできない。でももうこんな記憶を繰り返さない方法はある。憎しみを捨てて成仏してしまえばいい。あなたはもう死んでいるんだよ、静江。成仏、こんな状態で成仏できるんか。未練があるとすれば何なん。ならあなたも呪います。え、たとえこの命が尽きたとしても何十年でも何百年でもあなたを呪います。この恨みであなたを呪い続けます。あなたを呪い続けて数十年、私は地上に出たい思いを胸にあなたに呪いをかけて続けます。死んでもなお呪いを続け続けます。そして消えていきます。こういうブラックアウトしていくのです。ちょっと待て、どうして過去のあなたがそんなことを言うんだ。
静江。ここは水がない。夢の外に追い出されるのか。今見たものは何だったんだ。ただ一人ここにたどり着いた男性も自然を助けることができなかったと言います。寺野さんが言っていたあの話、今夢の中では俺がその男になっていた。静江を助けられなかったという男に。え、過去に行ったん？つまり言ってみれば過去に行ったみたいな感じだったんかな。夢に入った男を昔助けられなかった男だと思って呪いをかけたのだろうか。過去の静江が現代の俺に呪いを？つまり静江は過去を変えるほどの強い霊力を持っていたということか。過去から呪いをかける、本当にそんなことができてしまうのか。レロレロレロの推理など無駄だっていう感じで言われてる。あー、ちょっと待って。夢見てるわ。人魚しずに呪われたじゃないんだお前。仕事術語を接続語をうまく使うなお前は。後ろおるわ。呪われたんだろお前。分かったよお前。え、私の呪いはもうすでにお前にかかっている。これは夢見の霊力をもってしてもダメなんか。まさか初めから呪いがかかっていたのか。過去を変え事実を歪ませた静江の呪い、17歳の俺に20年前から呪いをかけられたと事実がそのままが歪められ、現代の俺をこの村に向かわせた。そう、すべては過去をも変える姿勢の呪いがそうさせたのだ。っていうことはさ、このゲームが始まる前からもうすでに呪いがかかった状態だったんじゃる、てるくん。そういうこと？お兄ちゃん！る、な。大変だよ。魚の化け物がこっちに来るよ。なに？テル君、ここはもうダメ。やべえ。やべえ。なんすごいことなってる。なんか扉を破られちゃう。逃げなきゃ、お兄ちゃん。お兄ちゃん殺せ！ルナ。ああ、やめろ。え？ああ！シンプルに首絞め！お兄ちゃん。苦しい！お兄ちゃん。後編に続く。え？え？終わり？終わりなの？前編ここで終わりなの？ちょっと。あれ？あ、あん。満月。え、歌とは違う。もっと強大な呪いによって村に来るのは初めから決まっていたと事実を歪められてしまった。地図の呪いは俺の精神をも侵食し、気づけばルナの首を絞めていた。そして狂気の村は人魚の夢へと染まっていく。
ああ。わあ！めっちゃ移動で終わったー！